市販の炊き込みご飯の素を使用した炊き込みご飯の調理手順について説明します。材料を市販の炊き込みご飯の素に記載されている分量で用意します。炊飯できる量は1から4カップまでです。はじめに白米を研ぎ、白米の分量に応じた量の水を水洗まで注ぎます。次に白米の上に具材を平らに乗せます。具材は混ぜずに上に乗せるだけにしてください。混ぜてしまうと油分が下に沈み、うまく炊けないことがあります。また生の具材が入った炊き込みご飯の素を使用する場合は、熱を通しやすくするために具材を水に浸るくらいの大きさに切ってください。ジャー炊飯器に内釜をセットし、蓋を閉めます。最初にお米ボタンで白米を点滅させます。工場出荷時は白米で普通が設定されています。メニューボタンで炊き込みを点滅させ、炊飯ボタンを押します。炊き上がったらご飯をほぐし、具材をご飯全体に混ぜ込みます。器に盛り付けます。